皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はメゾンドフルールさんとメゾンドフルールさんプチローブさんのお洋服が私のコラボで出させていただくんですけど、そちらが2型出ます。で、1つは2種類に2色もう一つは3色出るので、そちらのお洋服の紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、今回はバッグとともに合わせて、お洋服もご紹介していきたいと思うんですけど、まずこちら私が着ているのがクラシカルフラワーワンピースになります。で、お値段の方が、税込みで 21,890 円になっています。で、こちらは、3色展開になっていまして、ピンクと、サックスとフラワーっていうあのお花柄の3色展開になっています。こんな感じです。はい、で、こちらはですね、後ろがね、チャックになっている、わかるかな、チャックになっています。こちらね、なので着脱はめちゃめちゃしやすいと思います。で、ここにちょっとエプロンっぽいというかレースがついているのと、はい、お花の刺繍もね、ここに描かれているところもポイントになっています。前のところがね、ちょっと可愛いですよね。あと袖がこういう風に、なんていうんですか、ゴムになっているので結構着やすいかなと思います。このね、メゾンドフルールさんの私のコラボのバッグをね、合わせて持つとめちゃめちゃ可愛いなって思ったので、こちらを持っています。こんな感じです。結構ね、何でも合わせやすいと思います。こんな感じでね、持っても可愛いと思います。こうくすみ系なので、このくすみラベンダーの色とも合うと思いますね。ピンクと合わせても可愛いと思います。続いてのカラーはこちらになります。こちらはフラワーという、カラーというか柄になっています。で、こちらなんですけど、こんな感じで結構バラと縦のラインが薄いラベンダー系のカラーになっています。こちらについている刺繍は一緒ですね、バラになっています。形はね、一緒なんですけど、生地がバラって感じで、今回のバッグで使われている、ちょっといろんなものが入ってるんですけど、この柄と一緒になっています。なので、ちょっとラベンダーが、まあ、ところどころに入っているので、バッグとかもね、ラベンダーで持っていただいても可愛いし、こういう風に私今日ツインテールにしてるんですけど、頭物をラベンダーに。こうしていただいても可愛いかなと思います。はい、こんな感じです。こちらとも合いますね、可愛い。ピンクが結構入っているので、薄いピンクとかちょっと濃いめのピンクとかも入っているので、バッグをちょっとピンクめにしても可愛いかなと思います。こういう感じのね、ボストンタイプピンク持っていただいてもいいですし、色違いのピンクでもめちゃめちゃ相性はいいと思います。こんな感じです。はい、で、こちらのワンピースなんですけど、後ろがね、チャックになっているとお伝えしたんですけど、ここにね、こういう風にリボンがついているので、自分のこうサイズ感に合わせてですね、後ろでこう縛っていただいて、キュッとしていただいてもいいし、ゆるく結んでいただいてもいいので、そうするとちょっとここがキュッとなるので、スタイルアップにもつながるかなと思います。はい、こんな感じです。結構あの色味がすごく可愛らしいので、使いやすいと思います。ラベンダー結構合わせやすいと思います。このね、縦ラインとこの色が結構合っているので、ピンクでもね、もちろん可愛いと思います。なんか自分の好みの色に合わせてこう使っていただいても可愛いかなと思います。あの斜め掛けとかにもできるので、これをつけてこうね、肩からこうかけても可愛いと思いますし、こういう感じね、
あとはこう斜め掛けにしていただいて、普通にねこういう感じでお出かけしても可愛いかなと思います。なんか本当にこのワンピースだといろんな色味が入っているので、ピンクとかラベンダーとか、だからまあどのバッグでも私のコラボのものなら合わせやすいと思うので、ぜひなんか気分によって頭ものピンクにしてみたり、今回はちょっとラベンダーにしたんですけど、そういう風にしても可愛いかなと思います。はい、ではこちら最後サックスカラーになります。SNS でも宣伝している通り、サックスはちょっと大人アリスみたいな色味をテーマにしてみました。ちょっとブルーサックスみたいな深みのあるグレーも入ってるかなっていう感じの印象なんですけど、これは私はちょっとパニエをね、薄めのパニエを履いてみました。結構薄めのパニエを履いても A ラインになるので、まあ、ロリータちゃんが好きな色味、あの形になると思うんですけど、それはお好みで、なんかちょっとパニエなしでもいいかなっていう時はパニエなしでもいいですし、結構ねこれ裏地がちゃんとついているものなので、パニエなしで履いていただいても全然可愛いと思います。で今回私はちょっと井上さんのね、こちらカチューシャをつけてみました。こちらは同じようにここに刺繍がついている形になります。そして私はね、まあ、これは大人アリスなので、こういうちょっと黒のねコラボのバッグと合わせて、頭物も黒にして、で黒いタイツとかちょっと編みタイツみたいなの履いて、黒い靴だとちょっと大人っぽい雰囲気になって可愛いと思います。ストーンバッグも可愛いと思うんですけど、こちらもこう斜め掛け肩掛けいろいろできるので、こういう感じでしていただいても可愛いと思います。あとは、まあ、これもね取り外しができるので、取り外したまま持つこともできます。こういう持ち方もね可愛いし、これ1個でも本当に長財布とかも入るので出かけやすいと思います。これだけでも、ね、普通に出かけられると思います。あとちょっと荷物が多い時はこのねボストンを使っていただいて、これを肩からかけてこのバッグを持つっていうのも可愛いと思います。ちょっと大人アリスで黒と合わせて買っていただくと、ちょっと大人アリス感が出て、これでディズニー行っても可愛いと思います。こちらのクラシカルフラワーワンピースは結構素材がね割とツルツルした素材なので、本当にシワになりにくい素材になっています。です。はい、こちら着てみました。こちらはセーラーギンガムワンピースになります。かわいい、ほんとかわいいですよね。ほんとギンガムってやっぱり夏に1枚着たい、あとセーラーも夏に着たいっていうのを私はミックスさせて作りました。でこちらも後ろのチャックになっているので着脱しやすいのと、同じようにこうリボンがついているので自分のサイズ感に合わせて調整が可能です。こう後ろにこう入っているのでまた調整もしやすいかなと思います。で私は薄いパニエを今1枚履いた状態なんですけど、パニエは履いても履かなくても可愛いと思います。でこちらのこだわりポイントなんですけど、このね胸元のこのレースとここにねリボンをつけたのがポイントです。でこちらは2種類色展開がありまして、ギンガムの黒のギンガムとピンクのギンガムの2種類になります。でお値段の方が 21,890 円、先ほどのクラシカルフラワーワンピースと同じ値段になります。で結構ねこの半袖のところもゴムになっていて、で私こだわりポイントでちょっと長めにしていただいているので、二の腕も隠せるしクーラー対策にもなるしっていうところで可愛いポイントです。あとギンガムのなんかこの生地もちょっと伸びるタイプの生地なので、なんかそれもすごく夏っぽくて着やすいと思います。こういう黒のバッグともちろん合わせたら絶対合うなっていう感じではあるんですけど、ちょっと黒でね大人っぽくしていただいても
可愛いと思います。あとはもう黒は絶対鉄板で合うと思うんですけど、ピンクで合わせていただいても可愛いかなと思います。なんか頭物とか靴とかをピンクにしてピンクロコーデみたいな形でしても可愛いかなと思います。なんか可愛い系がお好きな、まあ、私もすごいピンク大好きで可愛いの好きなので、まあ、ピンクを差し色に、ワンピースは黒なんですけど小物だけピンクにしても可愛いかなと思います。ラベンダー色も可愛いのでこれをねこう肩からかけてお出かけしても可愛いかなと思います。夏だとねなんか手で持つのめんどくさいってなる時あると思うんですけど、これだったらこうやってねお出かけもできると思います。はい、続いてピンクを着ていきたいと思います。こちらがピンクになります。こちらギンガムセーラーギンガムワンピースのピンクです。こちら結構私の、ビジュアルのメインになっているお洋服でもあります。やっぱりピンクギンガムってめちゃめちゃラブリー感もあってメゾンドフルール感もあってすごく可愛くって、こう色味を作る時に絶対ピンクっていう風に言ってで今回ピンクも作りました。でこちら襟の部分にこのねリボンがついているんですけど、ちょっと深みのあるそんな派手なリボンピンクではないので結構クラシカルな感じで、このねバッグのリボンとちょっと似てたりとか、ちょっと濃いめのピンク似てたりとかするので、私はもうピンク大好きなのでこのピンクのバッグとこのギンガムチェックで持っていただくとよりなんか合わせやすいかなと思います。はい、こんな感じ。ちょっとお出かけするときロリータ夏着るの大変なので、まあ、ワンピース1着持ってって、てか着てって、まあ、現地で着替えてっていう形もありかなと思うので、そういう時にはこのボストンとあとこのバッグ、これ斜め掛けもできるので斜め掛けで持っていくと結構手ぶらというかでいけると思います。こちらのバッグとも相性がめちゃめちゃいいので、こちらのバッグと持っていただいても可愛いと思うし、こっちでも可愛いと思います。はい、こんな感じでやってきたんですけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとね5種類、まあ、種類は2型なんですけど色展開とかあると5着着替えていったんですけど、私のバッグと共にこうトータルコーディネートができるようなスタイルになっています。あとはロリータがっつり着る方以外の方にも着ていただけるように、ちょっとロリータ界では割とシンプルなデザインにしているので、この夏1枚さらっとワンピースとして着ていただくこともできると思うので着やすいお洋服になっていると思います。こちらが6月18日から20時から発売がスタートするので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。ということで青木美沙子でした。バイバーイ、ありがとうございます。